いや、おぷーだよ。今日もギフトやってこう。無課金の極意。はい。今回は無課金ユーザーであるおぷーが、どうやってコインを貯めているのかというところをね、いろいろね、伝授できたらなと思うので、よろしくお願いします。コツとしては、まあ、大まかに分けて3つあります。まず、1つ目。無料で手に入るコインは、逃さずやってください。まあ、もう当たり前ですね。はい。僕、決して裏技とか、なんかよくわかんないやつは、全然知らないので、公式の無料で取れる方法は逃さずやってます。まあ、テーマイベントだったりとか、アチーブメントもね、もちろんやってほしいし、あとはログインボーナス確実に受け取るようにしてますね。なのでそこは、なるべく情報を漏らさずに確実にクリアしていくことが大事です。そして二つ目、週刊ガチャは無料分で我慢しましょう。まあ、基本的には、我慢でいいと思います。なぜなら、まあ、ここ最近ね、週刊ブースターとか出て、週刊の需要とかは上がってきてはいるんですけど、まだね、やっぱバグ強化とかがない限りは、あんまりガチスカに入るような選手がなかなか出てきてないのが実際事実だと思います。実際まだ始めたばっかりとか、復帰勢の方で、選手揃ってないよって方は全然週刊 FP 引いてもいいと思います。ただ、まあ、僕もそうなんですけど、だいぶね、メンツが揃ってきてはいるんですよ。その中で、もうあと必要なコマっていうのが本当にバグ強化だとかエピックショータイムのとんでもない強い選手がやっぱ補強ポイントになってくるんですよね。なので基本的に週刊 FP は本当に当たり枠が多くない限りは無料分だけでいいと思います。僕はそんな感じでやってます。そして3つ目、エピックガチャショータイムガチャは10連で引くようにしましょう。これ下の方見てもらうと分かるんですけど、900コインで10回引けるんですよね。なので、100コインお得なんですよ。このエピックショータイムのボックスドローのガチャに関しては、100コインで1回引くよりは、コツコツ貯めて900コイン貯めて10回引くの方が、コインがね、ちょっと無駄にならないんですよね。まあよく僕ね、10連で引いてみたって動画いっぱい上げてるんで、ちょっと見てほしいんですけど、そんな感じでやってます。まああとは、自分の補強ポイントとかをしっかり見極めて、当たったらラッキーっていう感じぐらいでやるメンタルも必要かなと思います。はい。3つ紹介していきましたと。で、まあ、無課金にするメリット、まあ、少し話せたらなと思うんですけど、まあ、基本的には、まあ、まずね、お金かからないっていうのはまずそうなんですけど、僕は結構そうですね。別にこれは、廃課金の人を規定するわけではないので、勘違いしないでほしいんですけど、結構課金して好きにガチャめちゃくちゃ引いてたら、やっぱスカットってみんな同じ似たり寄ったりになっちゃうと思うんですよね。これも完全に僕の性格なんですけど、僕は、やっぱ個性とかを結構大事にしたかったりとか、あと一期一会みたいな、その時の選手との出会いみたいな、ちょっとかっこつけるけどね。でもその選手の出会いとかも、大事かなと思ってるので、やっぱね、無課金でコツコツ貯めて、ね、めちゃくちゃ強いエピックとか、ショータイムとか当たったらめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。僕はね、結構ね、それをね、重視してます。まあ、あとはね、ちょくちょくね、意外と当ててるっていうのはまあ、あるかもしれないですね。で、実際ね、無料配布で強い選手、ネイマールとかね、ワールドカップメッシーとか、結構チャンス来たりするので、そういう選手はガンガン使っていきましょう。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。まあ、なかなかね、学生の方とか、まあ、そこまでね、金銭的に余裕ない人とかも、ギフトって無料で十分に全然楽しめるゲームだと思うので、そこはね、まあ、個人の自由でいいのかなとは思います。というわけで、まあ、なかなかね、普段ないような動画にはなったんですけど、こんな感じの動画もね、たまに上げれたらなと思うので、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、エンディング。